愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。5月27日月曜日、皆さんおはようございます。今日から1週間のスタートということで、本当にね、こう1週間経つの早いですよね。今日と明日は少し全国的に台風の影響で、お天気が悪そうですが、関東の方はね、結構こう台風の影響が出るみたいなので、明日ぐらいですかね、西日本はもう今日からね、こちら雨なんですけれども、今年初めての台風ということで、気をつけてね、お出かけ、お仕事行っていただきたいなというふうに思います。さて今日は、今日の星予報の前にですね、一つ石の上にも3年というね言葉がありますけれども、これについてね少し考えてみたいなというふうに思います。最近ですね、こうみかんの木、去年2年目の木をね植えたんですね。去年みかんの、そのみかんのこの木の成長を見ながらですね、すごくこのみかんの木の成長が人間の成長に近いなっていうふうに、最近すごくみかんを見て思うんですよね。でそんな中ですね、このよく昔の人が言っていたこの石の上にも3年というね、この言葉について、このみかんからこのね考えてみたいなっていうふうに、ってか ふとね思ったんですよ。この間ねみかんを見ていて、石の上にも3年という言葉をねこう思い出したんですけれども、この石の上にも3年っていうのは、まあ何事もこう3年はねぐらいは続かないと、ちゃんとした、形になっていかないというかね、最低3年はこう続けようみたいな、そんな意味で、捉えられていると思うんですよね。で昔働いてた時にですね、ある大学卒の若い女の子がね、大学卒業した手で、就職入ってきた、入社してきた女の子がいたんですよ。でそこはねかなりノルマが厳しくて、すごくねその女の子が、まあ、それでストレスを抱えてたんですね。でこう社長に結構ね言われるんですよね。でそんなこともあって、まあ、すごいこうちょっとこう病んでたんですよね、心がね、ストレスで。ですごい辞めたそうだったんですよ、ものすごくね。でその時に、まあ、その女の子と話した時に、その別にそこまでこうしている必要はないから、もうもっとね若いから何でも仕事なんてあるし、もっとね他に自分が本当にやりたいことに早く移った方が、こういつまでもこのいやするより絶対いいからやめた方がいいんじゃないかっていうことを、まあ私がアドバイスみたいじゃないですけどしたんですよね。そしたらその女の子が私に言ったことが、その最低3年は勤めないとダメだと親に言われましたと言うんですよね。でそのだからこう自分は本当は辞めたいけど、今辞めると
その親にこう申し訳ないって言うんですよね、あの世代の子はね。申し訳ない、悪い、親に悪いから、だからこう最低3年は我慢しますって、まあ、言ったんですよね。なのでそれを聞いて、私はそんなに嫌で、どうせ辞めるつもりなんだったら、そんだけ精神的に病んでしまうだったら、少しでも早くもっと自分に合うところに行って、そこで改めてその頑張って、その何か自分がこの仕事だったらっていうものにをこう続けてみたら、その方がこういいんじゃないのっていうふうに、まあ話したことがあるんですよ。で結局、まあ、耐えきれなくて1年ぐらいで辞めてしまったんですけれども、でその時に最低3年はっていうワードが私の中に、まあ、すっごい、まあ、それから残ってるんですよ。でしかもそれが自分がというよりも親に言われたからっていうことだったんですよね。で私の中ではずっとその若い彼女のね言葉がずっと引っかかってたんですね。なので、まあ、そういうこともあってたと思うんですけれども、この間みかんの木を見ていて、ふとそのことを思い出したんですよ。でみかんの木って3年ぐらいで急にこう上に伸び始めるんですね。で1年目と2年目は下に伸びるんですよ、根が伸びるんですね。で根がしっかりしてきたら上に伸びていくんですよ。でこれってこの根がしっかりするっていうのは、この占星学星読みでいくとですね、お牛座のまさにね、去年から今年の1年間にかけてのエネルギーと全く同じなんですね。私たち人間が自分の一人一人の価値、自分にはどんな価値があって、どんなことが好きで、どんなことをこう元にね、自分がこう外に出ていってこう成長していくかっていうことを考える1年だったわけですよね、この1年っていうのは。でそれっていうのはみかんでいうところの地下に根をしっかりと張るっていうことと同じ意味だと思うんですよ。のもう一つのこの牡牛座のエネルギーは、自分のこの体、この地球上ではこう物質社会なので、この体が必要なんですよね。でその自分の体と自分の魂が一致する、なので自分が本当に、あ、これをやってみたい、これに携わってみたい、これをやってたらすごく楽しい、これにものすごく興味がある、そういうその自分が何かをやっていて満足するとか、こう楽しいとかね、そういうふうにこう自分のこの思い、気持ち、自分の魂と自分の体を一致させるっていう作業が、まあ、この1年間の作業だったわけですよ。なのでそれっていうのは、もうさっきも言ったように、この根を張る、みかんがこの土壌にしっかりと根を張っていくっていうことと多分同じことなんですよね。なのでこの石の上にも3年っていうこの言葉は、本来嫌なことを3年続ける、何でもいいからとりあえず3年続けないといけないっていうふうに間違った解釈を今までしてしまってたんじゃないかなと思うんですよ。なのでこの石の上にも3年というこの3年は、
私たちが自分の体と魂をしっかり一致させて、自分の価値、自分の軸をちゃんと作る。なのでそれはいろいろこの試しながら、いろいろやってみながらで、自分のこの心と体とをしっかりと統合させていく。なのでそれは何か人間世界のね、表側きの仕事の内容だったりとかね、そういうことではないんですよ。自分自身の体と魂の問題なので、何か外側きのこの仕事をただ続けるっていう意味ではないっていうことをですね、なんかこう私たちは違う解釈で大人に教えられてしまってたんじゃないかなっていうことをすごく思ったんですね。なので今だったらですね、もし彼女が、その当時の彼女がいたら、そういう話もね、こうできるなっていうふうに思うんですけど、当時はそこまでの話をね、私自身ができなかったので、こうあの時ね、それが言ってあげることができたらね、もっと彼女は次成長することができたのかなっていうふうに、まあ改めてですね、昨日おとついみかんを見ながらですね、まあそんなことを考えました。なのでこう同じ石の上にも3年でもこう意味が違うと全く違うものになるっていうね、まあ、ぜひね皆さんもそういうこの新しい考えというか、本来の考えですよね、そういうこうもっと本質的なものにこれからは向かっていかないといけないので、まあ、そんな話もですね、これからちょっとこう時々この双子座シーズン、この1年っていうのはこの双子座、いろんなことを学んでいろんなことに気づいていく、そんな1年になると思うので、まあ、そういう話もね、していけれたらいいかなっていうふうに、思ったので、まあ、今日はですね、石の上にも3年の、お話をさせていただきました。はい、それでは今日の星予報です。今日の月もヤギ座です。明日はですね、月と冥王星がぴったりと重なる日なので、今日の夜遅くからね、影響が出てくるんではないかなっていうふうに思います。そして今日は月と火星が90度になります。今日と明日はね、少しちょっと要注意日です。ヤギ座の月とお羊座の火星が今日は90度になるので、自分の思い通りに行きたいっていうふうにね、思っている、人にとって、何かこう押さえつけられるようなね、そういう現状にある人がもしいたらですね、もうこの押さえつけられているこの抑圧からですね、解放したいっていう気持ちがものすごく、強くなりそうな、そんな人がこう爆発するようなね、何かそういうエネルギーの、今日は日じゃないかなと思います。なのでそれに巻き込まれないように、ぜひね、注意していただけたらなと思います。またもし自分が誰かに対して抑圧するようなことをしていたり、例えば子供に対して自分の価値を押し付けていたり、自分の常識をね、押し付けていたり、今日の石の上の3年の話じゃないですけれども、この古い時代の価値を押し付けてしまっていたりね、する方はですね、今日は特にそんな自分を振り返って、一人一人違うということをぜひ考えてみていただけたらなっていうふうに思います。くれぐれも今日誰かに対して自分の常識を押し付けたり、自分の価値を押し付けたりね、自分の物差しで相手を見たり何かを言ったりね、しないように、していただきたいなと思います。そういうのがね、すごいね、バトルになりやすい、
今日はね、配置なので、まあ、ちょっとそのあたり注意していただけたらなというふうに思います。今は水瓶座時代への移行期です。こう広い2000年のスパンの魚座から水瓶座に移る移行期でもあるんですけれども、人もね自然もこの世界は多様性の世界です。みんな同じだと命を未来につなぐことができないんですね。なので多様性だからこの世界は存在できるということ。この月と火星の90度は新しい未来のために今できることにエネルギーを注ぐとすごくねいいエネルギーになります。このバランスの問題なのでね、少し勢いに任せてしまいそうなエネルギーなので着実に一つずつ上がっていくように構築していくこと。そうするとですね、必要な情報とか必要な人とかね、未来に必要なものがどんどんね入ってくるようなエネルギーでもあります。無理やり強引に進めようとせずに、また目の前の課題に真摯に向き合って進んでいく。そうするとですね、この、月とあと水星とか金星とか太陽とかね、ここと今120度のね配置になってるんですね。なのですごくねいい前に進んでいくエネルギーにもなっているので、ぜひですね、こう自分の思いだけをですが、思いだけでこう突っ走らないようにね、今は、一つずつ積み上げていくようなね、そんなことに特に今日は、気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、それでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。今週も素敵な1週間になりますように。いってらっしゃい。